はい、どうぞ。失礼します。どうぞ座ってください。はい。はい。はじめまして。私の名前はリズキです。ニジュゴサイです。クニガンカラキマスタ。アニメが好きです。私の趣味はバドミントンです。私の夢はリョキョシです。ソテキ使うことができます。インドネシア語と英語が話せます。どうぞよろしくお願いします。どのぐらい日本語を勉強しましたか？7ヶ月ぐらい勉強しました。日本語はどうでしたか？日本語は嫌いな国です。日本語の言葉は何が一番思い出しましたか？愛してるです。どうして日本へ行きたいですか？はい、日本の文化を勉強したい。そして日本の綺麗なところへ行きたいです。日本でどこへ行きたいですか？神奈川の温泉へ行きたいです。日本の季節はわかりますか？はい、わかります。4つがあります。春3月から5月まで、そして夏は6月から8月まで、次は秋は9月から11月まで、最後は冬12月から2月までです。あなたの長所は何ですか？はい、私の長所はチームで働きます。あなたの短所は何ですか？私の短所は私の体が太いですが、私の動きは速いです。日本についてどうですか？はい、日本は忙しいな国ですが、嫌いな国です。どうしてこの会社に働きたいですか？この会社の仕事は私の経験と同じですから。日本の仕事は厳しいです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。日本でどんな仕事をしたいですか？どんなも仕事したいです。何でも仕事したいです。面接が終わりました。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ。